好きの反対を無関心という人がたまります。ひろゆきさんはそのタイプですかタイプというより事実じゃないですか、えー、そのようなことを言い出したのはなぜなのでしょうか好きの反対が無関心なら、好きの反対は少し無関心で、死ぬほど好きな反対は死ぬほど無関心なのでしょうか嫌いの反対は存在しないと考えているのでしょうかえっと、あの好き嫌いというのは、 えっと、要は、この、あの、ゼロがあって、こう、プラスとマイナスって考えるかもしれないですけど、相手に対して、どれぐらいの感情を持ってるかっていうのだと、すごく好きっていうのと、これがゼロね、すごく好きっていうのと、すごく嫌いっていうのは、感情の量でいくと、同じ量なんです。同じ方向なんですよ。 なのでその、例えばすげえ好きだった人に不倫されました裏切られましたすげえ嫌いってなるんですけどそれはすげえ好きっていう感情が裏切られること,ことですげえ嫌いに入れ替わるんですけどただ入れ替わってるんですけどこの人に対して感情を強く持ってるということは変わらないんですよ。なのでその反対側に動いたんじゃなくてその強い感情が好きから嫌いに その入れ替わったというだけで感情の強さがあるということは変わらないなのでその好きと嫌いの反対っていうのは僕は無関心正解だと思うんですよ。 なので、その、例えば、じゃあ、その、インフルエンサーみたいな人気者になりたいです、みたいな人って、じゃあ、その、なんか、あの、人の悪口言って、その、なんか、攻撃して、で、嫌われたりっていうのもあるんですけど、でも、嫌われるのも含めて、知名度が上がってるんですよね。で、知名度が上がると、その、上がった知名度で、何か、じゃあ、その、なんか困ってるこういうのを助けると、あれこの人ひょっとしていい人かも、みたいになるので、知名度のある嫌われてた人が、実はあの人いい人っていうので、知名度のあるいい人に切り替わるんですよ。 でも知名度がない人って子犬助けても「あ子犬を助けてるおっさんがいるね」だけで終わりなんですよ。っていうのがあるのでその好きの嫌いあの反対は無関心嫌いの反対は無関心っていうのは僕は結構人間社会の中では正しいんじゃないかなと思ってたりします。